ティンポコどっこいしょさんからですね。ひでえ名前ありがとうございます。え、トマト嫌いなの？リキちゃん、それは人生の半分損してるよ。安いやつしか食べたことないんじゃない？今度高いやつおごってやるよ。価値観変わるよ。やっぱおごってやるよって言われるんだったら全然嫌じゃないのこれね。俺ほら、おいしん坊でやっぱり慣れ親しんでますからね。おいしん坊ってそのなんか食通ぶったね、俗物親父みたいなやつに山岡さんがやれやれこんなものを食って喜んでるようじゃね、たかが知れてるなっつって、なんだとっつって、で本当にうまいそれを食わせるみたいな展開本当に何回もあるんですけれども、その時の本物の〇〇を山岡さんが持ってきたその支払いって誰がどうしてるかうやむやなんですよね。おそらくはその勤めてる新聞社の取材費みたいな感じで経費で落としてるんだとは思うんですけれども、あの辺うやむやなんで、そういうとこ見てるときちんとおごってやるよって言われると、ああどうもって、だから俺の人生の半分がお前の財布から出るならそれに越したことはねえって思うんですけどね。これ逆にね、安いやつ食べたことない、高いやつ買ってみなよ、ね、お金持ってんでしょみたいにさ言われたら、もうそれはもうギロチンですけれどもね。人生観変わるトマト、いやでもほんと食いもんで人生観が変わるんだったら変わってみたいよね。人生の半分が埋まるバナナとかさ、トマトとかポーチドエッグとかあるんだったらもうどんどん食わしてほしいなってね。これはね、まだ優しい人です。むしろいいやつなんじゃないかとそれは思ってますね。